皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、先日は山形は天童市のさくらんぼをいただきましたが、今日はですね、さくらんぼワインをいただきたいと思います。高畑ワイン株式会社さんのさくらんぼワインになります。色がちょっとすごくもう琥珀の色をしててとてもいいですね。甘口のワインで、飲み頃温度は7から10度になっておりまして、今一応冷蔵庫から出したものになってます。果汁はですね、輸入の濃縮果汁も使われていますけれども、国産の果汁の方も使われています。佐藤錦を含む厳選した2種類の品種を使用するということで、ルビー色のワインをお楽しみくださいとのことです。では早速開けてみたいと思います。香りはどうですかね。ワインの香りですね。あまりさくらんぼな感じはないですけど、いただきます。甘め。結構さっぱり飲めるワインに仕上がってますね。ちょっとワインはあんまり詳しくはないんですが、あんまりこうすごいさくらんぼ感っていうのは正直ないですが、色がすごくさくらんぼのルビー色しててとても可愛いワインです。甘口なので、アルコール度数は7度ぐらいでしたかね、あり、7% ありますけれども、甘口だけあって非常に飲みやすいワインになっています。このサイズなので飲み切りサイズとしてもいいですし、少し山形の思い出とかを話しながら飲んだりするのにいい一品かなと思います。皆さんもぜひ山形行った際は高畑株式会社さんのさくらんぼワイン召し上がってみてください。ではおやすみなさーい。